沢木選手もとても予選もすごく落ち着いた試合をしていたので、うん、沢木選手高校生ですか？高校生みたいです。すごいですね、今大会。そうですね、もう逆転勝ち先ほどもしていたので。そうですね、ちょっと特に九条良幸選手との準決勝すごかったですよね。いや、痺れましたね。打ち合ってましたもんね。打ち合ってました。千葉選手はとても作戦を立てて勝負をする選手なので、うん、多分この決勝戦も相手のデータをしっかり研究して試合運びをしていると思います。第一シードですからね。そうですね、まあ、プレッシャーもあったと思うんですけど、うん、でも予選リーグはやっていないんですけど、決勝リーグからの参戦で2試合ともすごくしっかりポイントを取れていましたし、動けていたので、うん、決勝戦もそのまま勝負できれば連覇も目指せるんじゃないかなと思います。コンディションも良さそうでしたね。良さそうですね。やっぱりみちゃみちゃも61でしたから、はい、やっぱりこの階級気になるんじゃないですか？そうですね、気になりますね。特に去年も、まあ、見させていただいたんですが、うん、千葉選手去年高校3年生で優勝をつかみ取っているということで、うん、素晴らしいなと。シンデレラストーリーでしたね。シンデレラでしたね。まあ、それと同じようにここでしっかりこう名を上げる選手、はい、これからまた出てくるんでしょうね。そうですね、まあ、この大会でやっぱりいつも、まあ、体重別じゃないとやっぱり勝ち上がるのがやっぱり軽い階級だと難しかったり、うんうん、高校生だとそういう舞台自体が少ないので、うん、ここでやっぱり自信や経験をつけて勝ち上がるようになる選手っていうのはたくさん増えてくると思うので、うん、やっぱりここがそれがこの大会の醍醐味ですね。そうですね、お互い技をなかなか出せませんね。ちょっと慎重に来てますね、前半は。はい、青の沢木選手が選手を取ったようですね。さっきの準決勝もそうでしたけど、やっぱり離れ際の技が上手いですね。そうですね、そのショートの技をしっかり決めきれるっていうのが強さですね。こういうところの、そうですね。そうですね、気をつけなきゃいけないですね。沢木選手の方がリーチも長いのに、やっぱりそのショートの技が両方使えるっていうのはとても強いです。素晴らしいですね。やっぱり長い距離でも戦えるし、はい、短い距離でも戦えるっていうのは強い選手の絶対条件ですよね。はい、千葉選手も技を取ったようですね。まだまだ分かりませんね。やっぱり取られてすぐ取り返せるところっていうのは、はい、やっぱり試合の流れ持ってかせない、そうですね、相手に持ってかれないようにするっていうのはやっぱり試合巧者ですよね。はい、まあ、先ほども言ったんですけど、千葉選手はだいぶ作詞な部分がありまして、うんうん、今もショート、いいですね。ちょっと沢木選手慌ててしまいましたね。まだ慌てる時間でもないですけどね。はい、ただこれが C1 になれば、まあ、沢木選手からしたら助かる。助かります。あ、技になりました。綺麗な受け返しでしたもんね。はい、でまだ全然時間もありますので、本当その通りです。はい、当然選手も沢木選手ですね。そうです。あ、このショートの技、あ、これですね。先ほどね、加藤先生がおっしゃった通り、千葉選手としては対策としては技終わりにしっかり離れるんであればもうしっかり離れることが大事ですね。そうですね、このショートの技取られてしまうとやっぱり自分からも攻めにくくなりますし。そうですよね、だんだん苦しくなってきちゃいますからね。はい、1分切りました。ショートの技しっかり離れ切るか、自分もショートの技を使うか、うんうん、先に相手よりも先にですね。はい、この今みたいに逆沢木選手長い技も見せてくるわけじゃないですか。はい、この使い分けができるっていうのがやっぱり強いですね、うん、千葉選手としては主審の離れて別れての前に展開したいところですね。そうですね。あ、ちょっと大きくなってしまいましたね。しっかり反応してきましたね。千葉選手は中段蹴りもできるので、うん、やっぱ使いたいなと思うと思うんですけど、やっぱりこの慌ててる展開で出すのはやっぱりちょっと強引な蹴りではありましたね。そうですね、
選手があるので2ポイント早く取りたいっていう気持ちはすごくわかります。わかりますよね、はい。まあ、なるべく時間も早い段階で追いつきたいという気持ちはありますもんね。沢木選手ここで慌てずに守りきれるか、または VR をどこで監督が出すかですよね。そうですね。あ、いいところ出てますね。蹴りを見せたいところですけどね、はい、見せておきたいところですね。沢木選手もやっぱ下がりながらも技を狙っていく、いた方がやっぱりただ守るというよりはすごく時間も使えますし、そうですね、チャンスもあると思うので。惜しいです。沢木選手優勝です。惜しくも千葉選手2連覇逃しましたが、でもすごくレベルの高い決勝戦だったと思います。また一人この名前を名を挙げた選手がまた誕生しましたね。ニューヒロインですね、はい、沢木選手優勝です。おめでとうございます。この試合のスタッツを見ていきましょう、はい。次マイナス68、はい、あ、両選手のスタッツです。傾向いかがでしょうか、はい。千葉選手その、まあ、試合前のスタッツ見ると、はい、中段蹴り有効に使っていましたので、はい、まあ、決勝戦でもそれを、まあ、有利に、出せたらまた試合展開変わったのかなと思いますし、それに対して沢木選手は、まあ、試合中も何度か言わせてもらったんですけども、しっかり接近戦で早い展開をする、はい、自分で試合の流れを作る、この辺でこのスコアの違い、優勝をもぎ取ったポイントだったのかなと思いました。